皆さんこんにちは。アロハツインズカナダ、ココです。今回の動画は新しく買い替えたカーシートとストローラーをご紹介します。お子さんお二人いる方やこれから双子を迎える方、よかったら参考にしてみてください。飛行時のこれのもっといいバージョンで、ここがなんか自動っていうかマグネティックになってて、カチャッと閉まるよ。これもちょっといいやつ、高いけど10年使える。ポドラシートがこれだけあるんですけど、私たちはこのオフィスコーシーのこれよりもちょっといいバージョンの、ここがマグネティックのすごいいいやつにしました。で、なぜこれに決めたかっていうと、値段は高いけど10歳まで使えるし、やっぱり買い替えたりするのもお金がかかるから、これだといろいろこれ外して本当は日本から使えたらいいかなと思って、10年使えるし、すごいこっちもいい感じのパーシートもあるし、ね、いろいろありまーす。はい、で実は注文してるので今日はピックアップしに来ました。イエーイ、ピックアップです。よいスタート。さあ、昨日買ったマキシコージー開けてます。カーシートです。アンボクシング、あーすごい、でかいね。お、いいね、カシャッとなった。まあこの最初のニューボーンとかのインサートを取って使ったらいいか、わかんない、あとでフィットさせてみよう。さあ、まずはベルニちゃん試乗、イエーイ、ツニューワン。このインサートいるかな。はい、カチってね、そうそう、手取ってませんけどお姉さんの手は取ってませんでしたけど抑えられてたちょっと、え、うん、ゆるゆるなのはここを引っ張って、そう、このカーシートの良かった点は、双子を乗せたり下ろしたり倍の時間がかかるので、マグネット式のバックルのものにしたので、そこまで前のカーシートよりストレスがないところと、色やデザインが気に入っています。そして新生児頃から10歳頃まで使えるのでいいなと思って、少し高いですがこれに決めました。なる、なるくんの位置を調整しました。なる、ね、なんか前のカーシートより大きくなったしね、クッションもいいからちょっと気持ちよさそう。サンドカラーです。ちょっと薄めの色です。で、なんと、はい、マシンウォッシュで洗濯機に入れます。このクッションがすごい分厚いので大丈夫らしいです。なるくんの頭大きいからちょっとハマってるね、いいね。そしてここに泣き虫さんがいます。キャン泣きしてた。
は、ね、レイラニのカーシートも位置合わせました。今日はすっごい機嫌悪いね。鼻水も出てきちゃう。調べたら日本とノースアメリカでマキシコージーのモデルは全然違っていました。なので2ついいものがあったので紹介します。まずこちらタイタンプロ、9ヶ月から12歳まで使用可能でお値段は4万9000円前後でした。あとこちらはアクシスフィックスプラス、0ヶ月から4歳まで使用可能で、なんとシートが360度回転します。お値段は6万3000円前後でした。あ、どう？初めての？前回の双子成長動画でもご紹介したんですが、今回マウンテンバギーから出ているデュエットというタイプのストローラーに買い替えました。こちらもユーズドで見つけたので270ドルほどで買うことができました。マウンテンバギーデュエットの良い点は、前のタンデム式のものよりタイヤがしっかりしているので、この写真のようなボコボコの河原の道でもスイスイ行けるのと、片手でも押せるくらい走行が軽いです。前のストローラーはカーシートをそのままカチャッと装着していたので、その分重かったです。新しくセットしたカーシートに初めて乗せてみたいと思います。さあ、レイラニー、これストローラーもさ、今日初めて使ったから Welcome this morning with multiple backaches. I did. Still feel like I was just 21 last week. I'm sorry, I live in the future. I can't wait. Stay in the moment or else it'll pass away. Can't move the same like I did in my past ways. Had to bring out the Bengay. Might have poured out a jar of regret on these pancakes. Overeating's a bad trait. Nothing gets under my skin like a handshake. Injected with bad faith. Getting older kind of feels like bad day.複雑な顔してるな複雑な顔してる。ちゃんと座れてますか？頭はまってますか？よいしょ。はい、ここ通してください。ジープの背が高いぜ。よいしょ。はい、通して、まず腕通して、ありがとう。通してで、カチャ。このカチャがすごい簡単で、よいしょ、よいしょ、で、カチャ。で、ここもカチャ。まずはまあまあ閉まったのかな。ここはこれが口だね。せーの、よっ、シーシー。はーい。いいね。では出発。ちょっと待って、はい。あと、悪い点といえば、折りたたんだ後に車に乗るのが少し大変です。特に私たちは社交の高い方なので、車に乗るのが少し大変です。特に私たちは車高の高いジープに乗っているので、その分大変です。しかも、車高の高いジープに乗っているので、その分大変です。皆さん、今回の動画いかがでしたか？参考になったなと思っていただいたら、ぜひいいねとコメントを。あと、インスタグラムもやってますので、ぜひフォローお願いします。では、次回の動画で。